モーターの測定を行う際には、強子体モーターとトルク計、またトルク計と負荷装置をカップリングで締結する必要があります。カップリングが変革及び変振を吸収しますが、すべてを吸収できるわけではなく、限界があります。加えて1万 RPM を超えるような高速回転を行う場合には、可能な限り軸のずれを小さくする必要があります。少しでも軸がずれていることで想定していない振動が起こり、最悪の場合、モーターやトルク計、ブレーキなどが壊れてしまう可能性があります。当社のベンチでは、軸合わせで最小20マイクロメートルの軸ずれまで合わせることが可能です。ラジアル方向の軸ずれがあると、軸ずれの距離に比例して1回転周期で軸が変異します。これによって軸に振動が起こります。このグラフは各芯ずれの際に回転させた時に発生する加速度を示しています。ただし、これはカップリングを使用していない場合の計算上の数値であり、実際にはこのグラフと同じ振動は発生しません。例えば5マイクロメートルずれていて3万 RPM の場合は 5G の振動が発生します。高速になればなるほど加速度が大きくなっていくことがわかります。このように装置やモーターを壊さないようにするためにも軸合わせが重要となります。それでは実際に軸合わせをしてみましょう。まずは目分量でできる限り上下左右の軸合わせをします。次にカップリングを外し、モーター固定台を動かして軸同士を近づけます。固定台には左右に大きくずれないように溝が掘ってあります。軸同士を近づけることができたら、モーター固定台とモーター取り付け板を固定するネジを少しずつ均等にトルクがかかるように締めます。また、モーター取り付け板の上下左右の動きを調整するネジを緩めます。それでは軸合わせチグを取り付けて軸合わせを行います。今回は見やすいように軸ずれ距離をデジタルで表示しています。単位はミリメートルです。まずは上下方向を合わせてみます。上から下へチグを180度回転させます。表示された数値の半分がずれ量となります。軸合わせを行う際には、表示された値が半分くらいになるように微調整を行います。約 0.25mm まで調整ができました。微調整ができたら、軸を元の位置に戻してメーターを0にリセットします。この一連の調整をずれ量が目標値になるまで繰り返します。ずれ量は20マイクロメートル、メーターの表示では40マイクロメートルになるのが目安です。最終的に 1.25 マイクロメートルまで調整ができました。上下方向が調整できたら、左右方向も同様に調整します。今度は地面と水平に180度ジグを回転させます。左右方向の調整が完了したら、再度上下方向も確認して、ずれていたら微調整を行います。最後にジグを一周させて、全体的な軸ずれを確認します。アナログ式のダイヤルゲージを使用する際も同様に調整します。ずれ量を確認する際はこのように鏡を使用します。調整が完了したらモーター取り付け板の上下左右の動きを調整するネジを締め直し、モーター固定台を後ろにずらします。カップリングを取り付けて軸合わせが完了します。